マグネットサウンドすごい嫌なんですよ。あの普段、はい、なんかあの人すげえ筋肉って見られるのが嫌なんです。嫌なんですよ。そのために鍛えてんじゃない。そのために鍛えてないです。そのために鍛えてない。もうあくまでだから それが僕はもうやっぱり自分で言うのもなんですけど、ああなんかボディービル競技をやってるんだなと思います。ただただにこうにミーハーな気持ちで筋肉つけたいとか、なんか見た目をなんかこうごっつく見られたりっていう、はい、もう状態じゃなくて、はい、もうただただボディービル競技として、ステージに立つっていうところで今は。若い頃は逆に、はい、ありましたよ、はい、タンクトップ着て、はい、街出たりとか、はい、なんかピッチリした T シャツ着たりとか、はい、ありましたけど、はい、もう今は全くないし、はい、そうだからそれこそ若い頃なんか海行くのがもう楽しみで、なんかみんな見るじゃないですか、はい、でなんかこそこそ言うじゃないですか、はい、こう例えば歩いてって、はい、誰か人防波堤に人座ってて、はい、その人の前をこうこうやって歩いてったら、はい、すっげーみたいな言うじゃないですか、はい、それがなんか後ろで聞こえるのがなんかすごい嬉しい時期もありましたけど人混みでリラックスポーズ取っちゃう感じですか。あ、それぐらいの勢いでしょうね。もう全くないですね今は。だから今はもう海も絶対行かない、プールなんてもう真っ白行かない、プール行くならもう子供たち連れてくんで、もうラッシュガードをもうバッチリ着て。なんですかラッシュガード。ラッシュガードと要はあの今水着でのもう長袖とかあるじゃないですか。 ああいうので、はい、で絶対に脱がないし、おとかスーパー銭湯も行かないし、おゴルフ場行っても風呂入らないし。あ、ゴルフ場って皆さんあれ好きなんでしょ。僕入らないです。もう入んない。脱いで見られるのが嫌なんですぐ帰ってきます。おなんかいつからかそうなっちゃいましたね。お、うん、